みなさんこんにちは、マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はアベールで1万円分お洋服を購入してきたので紹介していきたいと思います。いつもこうなんかフリルだったりとか、あとは白とか、あとはなんか割とみんなから清楚系のお洋服を着てるねって言われるんですけど、今回は以前の動画でウィゴーの購入品でスポーティーな洋服を着た時に、またスポーティーな洋服を着てみてって言われたので、今回はアベールで1万円分買ってみました。結構プチプラのお洋服が多くて、島村とか、ね、アベールとかってすごくお安くね、手軽に買えるイメージなんですけど、今回1万円分購入したので紹介していきたいと思います。でメイクもこういつも意見は様々なんですけど、メイクしてない方が中学生なんだしいいんじゃないっていうことだったので、マスカラとリップだけ今日はしています。なのでこのこう髪もまだ結んでない状態の私からどのような感じで変わるのかやっていきたいと思います。ではね、紹介していきたいと思います。はい、着替える前にまず買った洋服から紹介していきたいと思います。洋服を全部出していきます。はい、全部出したので紹介していきたいと思います。まずトップスなんですけど、トップスはこちらになります。こちらを購入しました。これは半袖よりは長いんですけど、長袖までもいかない感じで結構ゆったりした感じのものになります。こちらはこんな感じのトップスなんですけど、お値段が1580円、チョコレートロゴワイドっていうものになります。すごく可愛らしくてポップな感じで、あんまり着ない感じだなって思って買ってみました。こちらは2色あったんですけど白を購入しました。すごくチョコレートが可愛いです。トップスはこちらになります。で次、その上に羽織ろうと思ってこちらを購入しました。もうデニムなんて着ないので、私もうデニムも履かないしデニムも着ないので、もう超新鮮なんですけど、これはね、ここにアベール限定って書いてるんですけどね、ここにニコルンちゃんがいます。こんな感じで、はい、すごく可愛くて、藤田ニコルおすすめアイテムって書いてあります。で中にパーカーを着てるような感じで、こんな感じでね、帽子がついてます。一応外すことができるんですけど、ちょっとデニムとか着てみたりしないので着てみようということでこちらを買ってみました。こちらお値段2980円になります。すごいね、こんなにしっかりしてて、フードもついててね、すごく凝ったものなのに2980円っていうのはすごくお安くていいなって思いました。はい、上は以上です。はい、次は下を紹介していきたいと思います。下はこんな感じで、こちらのね、スカートを購入しました。これはさっきのデニムとかより色が濃いものになります。でデニム素材じゃなくて、ここにも書いてあるんですけど、楽デニストレッチ素材で楽というふうに書いてあるので、すごくね、柔らかい感じの素材になってます。これはスカートなんですけど、一応こうズボンみたいになってるので、見せパンは一応履くけど、でもこうやってズボンとして、ズボンっていうかこうそのまま履ける感じになってるのでいいかなと思います。すごく楽ですよね。はい、次最後なんですけど、靴を購入しました。ハイソックスはちょっと黒のシンプルなものしかなかったので、ハイソックスは自分で持ってる靴下を履こうと思います。こちらになります。こんな感じのスニーカーを購入しました。こんな感じです。そう、これは小金王冠が書かれてるんですけど、すごくこの紐の部分も可愛くて、24センチ、2980円になります。私は24センチを履いてるので、いつもでちょうどよかったので、こちらを購入しました。スニーカーっていうか、まあ、こういう靴も基本履かないので、割とブーツかサンダル、夏はサンダルで冬はブーツなので、あんまりこういう靴を履かないんですけど、でもすごく、まあ、楽ですよね、歩くのは。なのでいいかなと思って購入しました。はい、これはね、横にこうチャックがあるんですけど、このチャックは見せデザインなので、ここ実際に下ろせるわけじゃないんですよ。なので履くときはここをね、こう緩めて履く感じになります。はい、というわけでね、こちらの4点をね購入したので、これを早速ねコーデを変えて髪型も変えていきたいと思います。いきます、せーの。はい、着てみました。こんな感じです。なんか最近 TikTok 始めて、
こうすごく下の方でツインテールしてた時にもうちょっと高くした方がいいよって言われたので高くしてみたんですけど、なんか若すぎるんじゃないかって感じで、まあ一応私も14歳なんですけど、にしても若すぎるなって感じなんですけど、まあスルーしてください。で、上をねこう着てみるとこんな感じです。まあ着なくてもいいんですけど、着ないとこんな感じですね。結構ゆったりめな感じです。まあでもなんか春らしくていいかなって感じですね。こうデニムとか、いやデニム本当にもう初めてって言ってもいいぐらいデニムなんて着ないんでね、新鮮ですね。でこんな感じです。はい、ニーハイは普通にバービーの私の持ってたグレーのやつを履きました。で靴はこんな感じです。靴はですね、まああんまり見えないんですけどこんな感じです。はい、という感じです。ごくねもう若いって感じのコーデなんですけど、見てくれてありがとうございました。本当になんかいつもと違う系統すぎて誰って感じなんですけど、でも結構お友達とかは、まあ、ここまでポップでもないですけど結構スポーティー系なお洋服を着たりとかしてるので、こうプリクラ撮ったりすると本当にコーデがね結構違いすぎるんですよ。でもこういう洋服とかで友達と出かけるとすごいいい感じな、お互い似たような感じでのコーデでプリクラ撮れるのでいいなって思いました。なのでちょっとねお出かけ行く時とかはちょっと友達と合わせてこういう系のお洋服を着たいなって思います。まあでもやっぱワンピースとかすごく好きなのでそういうのも着るんですけど、でもたまにはこういう感じもいいかなって思いました。ちょっとここまで高いのはちょっとあれなんですけど、これぐらいのツインテールをちょっとやってみました。でですね、今回 TikTok を最近やったって言ってるじゃないですか。で TikTok の時にこうなんか着てて映えるようなものがいいなって思ってちょっと一個可愛いものを買ってみました。これも絶対私着ないような服なんですけど、こちらになります。このペコちゃんが思いっきりバンといるトレーナー、まあ TikTok 撮るときに着たいと思います。では今着てみたいと思います。いやいや若すぎって感じなんですけど、こんな感じです。いやもう本当にこれも可愛いんですよ。可愛いんですけど、もうすごい思いっきりバンって印刷されてるような洋服とかを着ないのでなんかうんって感じなんですけど、でもまあこんな感じで羽織ってみたいななんかすごいですね。あでもまあいいんじゃない、いいんじゃないまあでもちょっと帽子が帽子になっちゃうんですけど、これ帽子付きのやつなのでまあ外せるんですけどね。まあでもどんな感じのでも合うかなって感じはしますけど、まあ、ちょっとペコちゃんはね外には着ていけないかなって感じなので、これは TikTok 用で、まあ、チョコレートのやつはまあいいかなって感じなので着てみたいと思います。本当に系統がね違う感じのお洋服とかをね着るのもたまにはいいかなって思います。まあ視聴者さんがスポーティーなお洋服似合うよって言ってくださったので、今回はまた第2弾という感じでいつも買わないようなお店で1万円分購入してきました。ご視聴していただきありがとうございました。ではいろんな意見お待ちしております。ではバイバーイ。